んたに行きたい、あの訪問したい会社あるからとか、もう全部指示を出して、まさにコントロールですよ、ね、コントロール、本当リモートコントロールですよ、ね、やっぱり LINE っていうね、アプリが開発されてから、はいはい、非常に便利になったのはいいんですけども、ママが全部コントロールしちゃうっていう、はあ、もうそれ、本当リアルタイムにそれね、そうそう出ますもんね、出ますから、あそうですか。だから大学でお昼ご飯の定食食べるのに、あのパパパパと ABC のね3つ定食があったら、写真パパパッとカメラ撮って、ママどれ食べればいいって送るんですよ。あんた今朝ちょっとね野菜不足だったから、野菜の多いね C 定食にしなさいとかね。そうコントロールですね、まさにねですね。あら、でもそうなるとそれはいろんな事例聞くとあまり健全ではございませんね。健全じゃないところが、あの自立が阻害されてきますから、うん、非常にまずいですね、うん、で就活なんかもね、2年ぐらい前までは親がみんなたーってやるのが結構常識みたいで、うん、あのある調査会社の調査によると、1000人以上の企業で親が主催で出てきたよっていうのは 20% 超えるんですよ、ね、あのなんでうちの娘が落ちたのかとかね、理由は何かとか電話かかってきたり、親からそうエントリーシートなんか持ってきたり、はいはいはい、で訪問してきて、うん、福利厚生はどうなってるかとかね。あら、それがでも本当におっしゃるように著しく自立そのものが阻害されてる感じしますね、そうなんですよ、でそういう子を取ったってこのやっぱり使えないわけですよ、企業的には。そういうこと企業は分かってきたから、去年あたりからですけれども、あのそういう親が動いたところはもう落とすようになってきたんですよ。落とされるぞっていうのはまたこのネット社会で、情報社会でバッチリ広がったでしょ、落とし当たりみんな静かにしてるんですよ。静かにしながら LINE でみんな操作してるの。それでもまだコントロールしてる、コントロールしてます。ああそうですか、でもやっぱりそれが親子共依存の具体的な形として現れてる、一つの現象ですよね。実際にそういう共依存の親子関係が増えてきてます。層としてもうできてきて、層として出現したって感じ。前はね、点であったのが、まあ、線ぐらいにはなってるかなっていうふうに思ってたんですけど、完全に今層になってきましたね。だから男子中学生で2割がニューヨーク一緒っていうのはもう層ですから。でその現象も層になってきたっていう現象の状態っていうのはいつぐらいの話ですか。なんでこのここその数年というかすごい短いスパンでこんなに急上昇してきてるんですかね。やっぱりね、大きい背景から言いますと、一つ挙げられるのは日本の社会構造の変化っていうのが大きいと思います。社会構造、はい、でそれ例えば昔は、まあ、あの弱点もいっぱいありましたけども、いうのがあって、一定の学歴持ってれば会社の就職の時にですね、日本型の雇用システムっていうので終身雇用とか年功序列だとかいうので守られていくっていう感じがありましたよね。だからそのためにバツバツ大学入ったら、あもうあの安心だっていうので、親の手を離れたみたいな意識があったじゃないですか。あそこまで送り込めば送り込んだり、そう、あとは大学で勉強して就職もちゃんとやっていくだろうって見通しがついたんですけど、今時はそのブランド大学って言われるところに行ったって就職できるとは絶対保証はないと、はい、ここ1年良くなってますけど、そこもやっぱり不安がありますし、だからじゃ あの名前にすればね、一部上場の企業に勤めたから安泰だって、いつそれこそ倒産するやろうか分かったわけですよ、学校に入れる嬉しいし、そのだって働き方そのままで今 30% ぐらいが非正規労働者になってきて、非常に不安定で、なんか安定した何かの枠に入れば安心っていう社会的なことがなくなってきたと思うんですよ。そういう中では親が私が面倒見なきゃどうなるのかと、親のやっぱり責任感ってよく言えば、はいはい、そういうのがすごく強くなってるのが一つあると、はい、二つ目はね、やっぱりね、東日本大震災、あれの影響がすごく大きくて、本当に積み上げてきたものが一瞬のうちになくなっていくっていう状況をね、映像で朝見たわけですけど、その中でやっぱり家族のこの結束っていうのかな、絆っていうのがキーワードになりましたよね、当時も、はいはい、だから家族の絆っていうのはすごい意識されるようになりました。うちの高専の学生なんかもですね、2時間以上かけて通学してる子もざらにいます。昔2時間だったらもうあの下宿っていうんですかね、アパート一人暮らしだし、これを機会に一人暮らしができるっていうのを喜んだもんなんです。そうですね、だけど今
それはやっぱりあの親子の絆っていうか、うん、いつも安全で一緒に生活していたいという欲求が震災以降強まってますし、しかも例えば首都圏で言えばあの30年以内にね震度6以上の地震が特に確率が 70% 超えてるとかいうデータ出てきたら余計その不安煽られるみたいなところがあって、そういうのはやっぱり自然災害だとかの恐怖感だとか経験を踏み抜けてるっていうことも一つありますよね。それからこの2年ぐらいのところで言うと、あの 2,3 年で言うともう決定的に LINE です。 LINE が結びつける役割になってきたから、家族間もファミリーであの LINE を使っていたり親子で使っていたり、そういう中でお父さんが外されるっていう現象の中でお父さんの孤立化っていうのは深刻な時代になってきます。そうですか。そうですよ。これだってもうリアルタイムでずっとものすごい密度で進んでいくでしょ、はい、お父さん仕事してんだもん、そんな参加していないそうなんですよ。そんな家族のところも一見の、まあ、良さと弱点みたいなのがあるし、だからとにかくこの LINE で特にママと、ママは心配性だから特に男の子ぼーっとしてる子多いから目の見ちゃうんですよ。そのまんま行っちゃう、そういうあのそういうの変化ですね。だから面白いんですけど、このねあのこういう依存関係っていうのは、はい、面白い。日本の現象としてはすげえわかるんですけれども、はい、アメリカでも出てきたんですよ、この1、2年。あ、そうですか。アメリカでもやっぱり LINE が使い始めてから急激な変化してきて、あの大学も困ってます。そうなんですか。じゃあこれ日本だけの問題じゃない。じゃあなくなり始めたのはこの2年ぐらいですね。ただアメリカの大学はしっかりしてて、何言ってるんですかっていうのをパーンと突き放しますけど、日本の大学はあの受け止めちゃうんですよ。大学がサービス業と勘違いしてるところがあって、だからうちの息子が1時間目のね語学遅刻して単位を落としたのは大学のせいだと、なんでちゃんとあのモーニングコールしないのか文句言われて、モーニングコールやってたんで今ものすごく美味しいとけ。そうですよ。もう一変してるんですから、まあ、いろんな要因がある中での親子共依存ということにはなってくるけど、まあそれがすごい急加速してる。急速加速ですね。およそ 700m 先、斜め左方向です。その先右方向です。子育て教育の最大のテーマっていうのはどういうことですか。やっぱり子育ての最大のテーマはいかに我が子を自立させるかっていうことです。自立、はいはい、およそ 300m 先、はい、この斜め左方向です。本能的に親が持っている、その先右方向です。目標みたいな、まもなく斜め左方向です。で分かりやすいことで、その先例えば経済的に自立させなきゃっていうので、だから、まあ、斜め左方向です。やったり大学に入れるのもまもなく右方向です。その先左方向です。でこの経済的な自立っていうのは分かるんですけれども、はい、それから精神的な自立っていうのも考えますよね、まあ、あんたいい加減ね高校生なんかしっかりしなさいという、あの言い方で、右方向です。ちゃんと自立してほしいという願いですよね、はい、それから3つ目にはあんたの守んなきゃダメだよと、社会的なこの自立、はい、いや社会的なマナーとか、うん、人の、 あの市民としての、 あのマナーとかね、はい、資格だとか、うん、そういうのを持たせるっていうのもこれはもうあの幼児からやりますよね、うん、それからね意外と見落とされてるのが実は性的な自立のところなんです。性的な性的自立、セクシャルな、はい、はい、セクシャルの、はい、であの自立のこのテーマって4つのこのテーマが左方向です。でこれはね今から30年だとか20年以上昔であれば普通の生活の中でしばらく道なりです、ずっとね保障されていったとか、親がぼーっとしてて、うん、ダメ親でも大丈夫だったんです。あーなんとかなった、ところが今性のところがものすごく僕はクローズアップしてるんですけれども、うん、これは、例えば日本のねあの銭湯に行きますと、うん、男性用女性用のところなんかに、うん、入り口にあの張り紙っていうかな、うん、ボードがありますけども、そこには大概、7歳以上のお子さんは、うん、あの異性の、 あの方には入らないでくださいとかね、うん、ママの方の入り口に男の子はあの10歳になったら遠慮してねとか、うん、必ず書いてあるんです。婚約ダメよと。そう、婚約ダメだっていう、はい、でそういうなんでこうこれはあの地方の条例で決まってるわけですけど。